翼だ。
話って何ですか、キャプテン。なぜ僕の心臓のことを翼くんに話したんだ。君が余計なことをしなければ、翼くんとの勝負に水を差されることはなかった。この試合は僕と翼くんの勝負だ。男同士の勝負。女の君に口を出してほしくない。すみませんでした、キャプテン。監督、ヒューガさんは？キャプテンは明日の試合に出られるんですか？心配するな。小次郎が戦いを放棄するはずがないだろうが。本当ですか？ああ、ただ今虎は眠っているだけじゃ。明日の決戦を前にじっくりと力を蓄えるためにな。石木君は心臓病というハンデを背負いながらあんなにすごいプレーをしてる。勝てない。やっぱり俺は石木君には勝てない。翼、若林君、明日の決勝のためにここまで来たぞ。今度こそ明和を、日向小次郎を倒そう。
いている。僕の心臓は、まだ動いているぞ。大丈夫だ。僕の心臓はまだ壊れちゃいないんだ。ジューン、ミスゲ君、心配させやがって。ゴロ、僕は今心から満足しているよ。いつも数分しか試合に出られなかった僕が、今日はちゃんと40分間試合ができた。君というライバルがいたおかげさ。ありがとう、翼くん。美杉くん。翼くん、僕はサッカーをやめないよ。もし1分や2分しかプレーできなくても、僕は必ずグラウンドに立つ。そしていつかこの心臓病にも打ち勝ってみせるよ。うん、グラウンドでまた会おう。